どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回はですね、なんと、久しぶりの、まあ、何をやりますかというと、タイトルの通り、僕があまり皆さんには見せていない、自撮り画像というものが結構ありまして、まあ皆さんね、結構自撮り画像って、皆さん撮ると思うんですよ。誰でも撮ることだと思うんですよ。中1の時の画像から、今現在までがありまして、で、ほとんど僕、ツイッターとかのアイコンって自撮りじゃないんですよ。全然やらないんですよ、ああいうのって。LINE もやらないんですよ、僕。自分をあまりこう正面から映さないようなものばっかなんですね。まあ、ちょっと恥ずかしいのがあるんですよ。それは自撮りがね。でも、憧れはあった。憧れはあったから、実は撮ってたっていうのを、たまたまね、たまたまっていうか、まあ、長い間あったんだよ、パソコンの中にね。それを皆さんにご紹介していきたいなと思います。いやもうね、自分で見ててちょっと恥ずかしいものが多いね。これ見てると。まあ、とりあえずね、一つ目。僕これ、中学校1年生のやつです、これ。中1の時の僕のなぜか写真が出てくる。これ、多分母親の携帯かなんかで撮って、パソコンに送ってたものがまだそのウェブ上のデータに残ってたって、そのパソコンの Yahoo のメアド の画像フォルダの中にこれがあったんですよ。ね、こうやって見るとね、すごいね。なんか、なんとも言えないね。中1でよくやるわ、と思う。本当に。中1で。で、まあ、これが中1なんだよ。中3の時の俺の画像があって。それがこちらです。いやー、ちょっと変わったよね。1と比べるとちょっと変わってると思うんだ。で、まだメガネかけてないね。この時はね。全然視力も悪くなくて。確か視力 1.3 とか5かな。そんくらいあったかな、これ。だからもう中学校当時はね、めちゃめちゃ目が良かった。まあ、ゲームやってないから、まだオンラインゲームも全然やってない頃です、この時は。ゲーセンが良いでしたね、どちらかというと。あとは友達と野球とか、あとは、なんだろう。なんか、チャリンコで街ずっと探索したりとか、なんかそういうのやってました。で、これが中3。で、まあ、これ自撮りではないんだけどね、これはね。これは自撮りではないんだけど。まあ、でも、中3の時、懐かしい。まあ、これはいいな、と思う。で、これと全く同じメンバーで、高校1年生の春。高校入学か。高校入学した時の僕がこれです。寝癖すごいよね。なんか、ここのボリュームすごくない？ここのボリュームすごいよね。まだメガネかけてないしね。ね、これね、ちょっと1個目戻ってもらうとわかるんだけど、真ん中と左の子は、なんかでも垢抜けたかなっていう感じあるよね。幼くはないよねっていう。で、次が、高校生で、ってあるんだけど、まあ、ここ次が多分最後かな。高校生最後。これです。まあ、ちょっとなんかヤンキーというか、これガラケーで撮ってるからね。後ろにおばあちゃんが映ってる、これ。まあなんかね、高校3年生、18歳の時なんで、今から何年前だ ?6 年前か。6年前これです。6年前です、僕の。僕の6年前。で、ここから僕の、自撮り人生というか、その憧れを持つ数年間があるわけですよ。自分はあんまりその自分で写真を撮るっていうものをしてなくて、で、周りの友達とか、この当時ぐらいからツイッターが結構流行り始めて、で、周りの友達が、まあ、やってんのを見て、まあ、俺もちょっとやってみたいなみたいな。特にね、岩章なんて、もうね、自撮りのプロなんで、もう岩章の画像とか見てて、いや、いいなと思いながら、ね、専門学校1年生の春の、入った当初の僕の画像がありますので、それが、こちらです。だいぶやばいよね。もうね、iPhone、まずね、まあ、まだメガネかけてないね、この時はね。で、まず、髪の毛が伸びてるっていうのがまず一つある。まあね、髪の毛伸ばしたかったんだろうね、多分。で、もう一つが、これ宿毛かけてるんですよ、完全に。髪の毛をまっすぐにしたくて、宿毛かけてる。これは、完全に。で、携帯を見てほしい。4S の、これ iPhone4S なんですよ、これ。4S。確か。で、レーザーのシールを貼ってあるっていうね。で、僕、レーザーの製品使ってないんですよ。なのに、レーザーのシールを貼ってあるっていう。どっからあ、この時あれかな、デバイスオルカ使ってたのかな。多分ね、知ってる人は知ってる。ヘッドホンのやつでオルカってのがあったんですよ、レーザー。今もあんのかな、わかんないけど。多分それ使ってます。夏行きますよ。あ、で、僕、これで、ね、次の画像ちょっとね、ショッキングかもしれないんですけど、まあ、僕のね、ちょっと次の画像行く前に説明をしとくと、僕は片耳が聞こえないんで、で、手術も何回もしてて、で、まあ、一回だけね、めちゃくちゃやばい時があって、
もうめちゃくちゃ耳が痛くて、手術の後もう1週間くらいかな、寝れない日が続いたの、マジで痛くて。で友達がお見舞いとか来てくれて、いやすごいありがたくて、でまあね、なんとか元気をもらってね、その痛み乗り越えたので、もうあと 2週間ぐらいでなんとか退院できますねって時に、なんかねちょっとテンション上がってきて、その退院っていう言葉を聞いたらね、テンションめちゃくちゃ上がってきて、でどんどん包帯も取れてって、でなんか取ったその時の一枚がこれです。もうだいぶこれはね、もう点滴も外れてるしね、ほらこれ点滴も外れてるんで、もうだいぶもう良くなってきた時なんですけど、なぜか知らないけどその状態の自分を収めるっていうね。何なんだろうね、もうね中二っぽいよね。しかもこれ見て、また携帯 iPhone4S 後ろにレーザーで貼ってあるから、同じやつなんで、同じやつ。まあね、こういうね時もありましたよと。でこれが夏なんですよ、専門1年、2011年夏だ、2011年夏で、専門の1年のなんと冬ね、また撮ってるんですよ、がこれですね。え、調子に乗ってますねこれね。もう見て、これクロスファイヤーっていう、これはオフラインイベント限定で発売されてた T シャツなんですよ。これね、2011年クロスファイヤーのベルサイユ秋葉原ってとこでやった大会の時に売ってた T シャツです、これ。で、ここの、このちょっとか、この写真で今なおやってることが分けてるんですよ、ここからほら、これ多分ね反転してるんであれなんだけど、僕ここから分けてるんですよ、この時なんですよ、やり始めたの。この時、分けるのって。初めて。まあ、それもなんかこう、憧れだよね。で、ちなみに岩翔さんが2011年の、春か夏かな、これの半年前くらいの、LINE じゃない、何の画像だっけな、なんかの画像で、俺見せてもらったんですよ。その時岩翔が分けてて、うわ、かっけーと思って、俺も憧れて岩翔の、真似してやったっていうね。で、2012年の、秋、頭の冬に撮った画像が、ちょっとね、ここからちょっと変な感じになってきて、これなんですよ。これね、これトイレしてる画像なんだよね、完全に俺がね。まあ、これもね、なんかよくわかこれは撮ってもらったやつなんだけど、まあ、よくわかんない方向性が入り始めた頃だね、自分に。で、まあ、それの、流れで撮ったやつが、まあ、これなんですよ。もうね、もうちょっとずつわからない方向に走ってきて、ね。ちょっとわからない方向に走ってきちゃってるよね。で、まあまあ、でも2012年も結構真面目な自分を撮りたくて、まあ、自撮りしたくて、した時期も あった画像がどこだっけかな。あ、これだ。これです。2012年の、これ、夏前かな、夏、ちょっと前ぐらいか。の、僕です、これ。なんて言うんでしょうか、少しおしゃれしてますよね、今とちょっと違うかな。今もう完全にこんなさ、秋山殿とか来てるからね今ね。ちょっとこうメガネの内側に髪の毛入れたりとかで、ここ耳のとこに通してみたいな。でやっぱ分けてるね、ほらね、ここね、分け、あ、こっちか、分けてるね。で襟足少し長いね。なんかこういう自撮り画像で、しかもこのちょっとね、俺的にイラッときたのが、この画像見てイラッときたのが、撮ってる手を見せないっていうか、鏡で撮ってるのを見せてないじゃん。普通だったらこうね、 iPhone とかでさ、こう映るわけじゃん、こう。でもこれないんだよね、あえてこう画面外に外して撮ってるってのが、なんかまだねちょっとムカつくんだよね、生きてんな思いますわ。でこれが2012年の夏か、夏前か。でその後に撮ったのが冬、これです。ちょっとこういう系が流行り始めた。しかも iPhone5 になってるっていうね。これ iPhone5 です。なんていうの？顔、よくあるじゃん。Twitter とかでも。こうやってるところを、なんか片目だけ出したりとかさ、こう、片目だけ出したりとか、あとはなんかこう、なんていうの？ここ目だけとか、なんかそういう系を意識した、ここだよね。ね、もうね、ほら。しかも見てほしいのは、ここアホ毛みたいなの立ってんだよね。これね、これ多分ね、多分意識してる、これ。これ意識してるね。これ2012年の、もう秋、まあ冬、そんくらいの時ですね。後ろがこれ、結構厚めの布団なので、わかりやすい。で、2012年の秋がまあ冬か、くらいで、その次に、成人式前の冬の時か、2012年の年末、
に撮ったのがこれ。だいぶ切ってるね、これね。めっちゃこんな狙ってんもんね。いや、こんな目は切ってないけど。ねえ、すごい、これね。なんか、誰かに、この時くらいからか、誰かにこうしたいから、こういう決めポーズのやつ欲しいから、写真撮って、みたいなのをお願いし始めたの。だからこれは Facebook の、僕、Facebook の後ろのヘッダーになってたし、確か Twitter でもこれをね、アイコンにしてたか、ヘッダーにしたかなんかしてたんだよね。それくらいこう、他人から撮ってもらいたいっていう病気じゃないや、衝動に駆られた。だから要は一旦自撮りが落ち着いて、だから今度は誰かに撮ってもらう時の決めポーズみたいなものにハマってた時期ですね。ハマってたって言い方はちょっと嫌だけど。まあでも、多かったなと思う時期でございます。で、これが2012年の年末で、2013年になるとなんかちょっとね、普通くらいになってきたよね。ほら。これはね、学校の遠足というか、まあ、遠出した時の僕ですかね。だから2013年のこれ春過ぎぐらいですかね。夏にもならないぐらいの、ほんと春先、春ちょっと過ぎたぐらい。その時の僕。少しなんか落ち着いた感あるよね。これね。これの時、まだ、だからこれはね、この時ちょうど20になったばっかだ。20歳だ。4年前ですよ。で、まあ、春先がこんなんで、で、2013年です、もうこれ。で、2013年の冬の、もう一個あった春の画像。さっきの、その、誰かに撮ってもらいたいのと、あとは、そのさっきのこれ。これの流れのやつでもう一個ありましたわ。これ。犬とかをね、使い始めるっていうね、とうとうね。犬とか、ペットとかを使い始めるという。あるじゃん、なんか、芸能人とかでもさ、この後さ、何々ちゃんのペットとの写真ですみたいな、こんなあるじゃん、キャピキャピーとかっていうの。あんな感じのことをやりたかったっていう時期ですね、これ。謎なんだよな、マジで。まあね、そういうのもあっての春だった。もうね、そこまでそういう春だった。もうみんなにはね、言ってなかったけど。で、2013年が、まあこんな感じだったのかな。で、専門卒業の時が、だいぶ決め顔してる時で、はい、これが2014年ですね。だいぶ、なんかちょっとこう、ね、他人から撮ってもらう時の思い出の写真とかで決め顔するようになってきたんですよね、これね。まあ、2012年のもそうだけど、ね、そういう、そのなんか専門学校の2年後半から3年にかけてはだいたいこんな感じだった。写真どれを撮ってみても、だいたいなんか自分が決めてたっていう、そんな画像が多かったっす。で、社会人になってからなんかちょっとね、変わったんすよ。一旦変わったんすよ。これ決めてるじゃないですか。僕社会人になってからは、社会人1年目の画像がちなみに、そのちょっとクラメント映ってるんですけど、まあ、これです。なんかちょっと可愛さを出そうとしてるよね。これね。可愛さを出そうとしてるじゃん、これ。なんかちょっとね、変わってるんすよ、これ。なんだろうね。まあ、なんかちょっと決めるのとはまたちょっと違うっていう感じ。で、その後、これ2014年の冬なんですけど、2015年の、頭か、夏に撮ったのがこれです。ね、なんかちょっと、これ岩翔さんに撮ってもらったんですけど、岩翔さんに撮ってもらったやつで、なんかちょっと、これはね、ツイッターにも上げてるんだけど、やってるよね。で、まだ、ちょっとまだ分けてる。ここほら、まだ分けてる。ね。まだ分けてるんですよ。ああ、この時ね、この時が、多分さっきの画像の流れで多分1年近くは、なんかその、撮られるんだったら可愛く撮られたいな、みたいな。そういう、なんか自分はもうかっこよくないんだっていう分かったから、もうかっこいい人間にはね、なかなかなれないというか、もう無理だと。分かったから、だったらせめてなんかちょっと可愛く思ってもらおうみたいな、多分そんな魂胆だよ、これ。で、それをやりつつ、これ2015年なんだけど、これはね、2年前なんだけど、2年前の今頃か、これ。もう2年も前なのか。2年も前、僕これなのか。あ、まあいいや。まあ、で、しかもメガネ外してるじゃん、これ。多分そうなんだから、可愛く撮ってもらおうと思って。でも、その中で、やっぱり変な感じの画像も撮りたいと思ってるんだよね、自分の中で。その、面白系にも走りたいっていうのがあって、なんかご飯食べるときこんな感じの顔とか、ただ家の飯を普通に食うだけなのにこれをするっていう、よくわかんないことやってたりとか、
で、あとは、こういうの。岩章と、これも岩章と飯食いに行った時だけど、ま、岩章に飯を、これツイッターの流れで言うと、岩章に飯をおごってやるよっていうツイートして、岩章と飯食いに行きましたっていう流れだったの。で、最後会見の時に、俺が、岩章と、俺のおごりで岩章と飯食いに来ましたって流れで、最後会見の時に、じゃあ会見になりますっていうツイートで、これを画像出したっていう、なんか今日高額請求されたみたいな、そんな感じのネタでやった画像。なんかね、これはその、なんだろう、ネタ性があるなと思います。なんかそう、面白画像を撮りたいみたいな。で、その流れで、やったやつで、まあ、こういうね。これ NED やってる時かな、僕が NED やってる時で、うちの兄貴とかやってる時で、まあ、なんか撮っても、撮ってもらう時、可愛さとかよりも、なんか今度は、なんかこう、ちょっと面白おかしく撮ろうかな、みたいな、いうやつ。だたまにというか、最近の画像とか、その Twitter のオフイベとかで上げてる画像は僕変顔が多いです。だからこの時くらいからちょっと多くなってきました、変顔が。なんか面白く撮ろうみたいな。で、これが2015年の夏過ぎぐらいで、で、この後、2016年くらいになった時に僕の、モンスト3コマが生まれるわけで、まあ、前にツイッターであげたんですけど、1枚目がこれです。顔やばいよね、これね。顔やばいよね。で、2枚目がこれで、今3枚目がストライクショットしてるっていう。やばいよね。こう、おーみたいなね。やつですね、これね。まあ、こんなのをね、ちょこちょことやるようになってまして。で、その間に、僕これ、まあいいや。これは後でいいか。まあ、2016年ぐらいの画像なんですけど、まあ、そんな感じで撮ってて。で、あとはまあ、その自撮りとはちょっと別ですけど、まあ、こういう感じでね、なんかよくわかんない面白い写真っていうか、まあ、黄昏れてる写真撮ってたりとか、まあ、これはね、多分知ってる人いるかもしれない。とか、あとはね、なんだろう。まあ、面白みの画像でこういうね、画像、この遊びの画像をこうやって撮ったんで知らんだけど、この中で僕ね、気づいたことがあったんですよ。長年その、なんだろう。自撮りをしてたやり方って、ただでもちょっと憧れがあったから自撮りというものをしてただけで、その、具体的にこういう角度でなんか撮りたいみたいなさ、こういう感じでこう、女の子の真似して撮るみたいな、女の子がよくやってるポーズをして撮るみたいなのはあんまりやってなかったの。で、前の 5O で、LINE で、誰が一番めっちゃかっこよく映れるかみたいな、をやったことがあって、その時にいい機会だから一回だけ、もうめちゃくちゃ自分を持って、もうめっちゃ自分を持った画像をやろうと思った。人生で一回だけいいから撮ろうと思った。で、撮った時の画像がこれです。まあ、やばいよね、これね。まあだからまあね、そういう時期もあったんだよと。僕にもね。まあちょっとこれはね置いといて、まあ置いとけないけど、まあねそんな感じもねあって、まあ一回くらいやりたかった。もう僕が今まで一番盛ったという画像がこれですよ。ね、一番盛れた、さぎれる画像がこれですよ。でなんかやっぱその後、なんかこう、悟ったのかな？まあなんか、ありのままでいいよみたいな。ありのままの自分を映すのが一番いいんじゃないかなみたいな。で、撮り始めたのが、こういう画像です。もうね、この時は、なんだろう、一人で山行くのとか好きで、山の頂上行って、写真撮ったりとか、してましたね。で、なんか、だからそういう時に撮った写真がこういうのとか、これが夏、その当時の夏で、で、その後の冬がこれ。なんかこういう感じでね、もうこの車乗ってないからね、全然ナンバー映しても大丈夫なんですけど、まあね、まあ、こんな感じで撮ってて、これをヘッダーにしてたりとかしてた。アイコン、ツイッターのヘッダーとかにしてたよ。これアイコンとかに、ね。Facebook とかにもこれやってたもん。なんかこの、今もう特に作らず、ありのままの自分を写していくみたいな写真をよくやってました。この当時は。この当時はというか、まあ、去年の話ですけどね。で、まあ、なんかこう、一息ついたというか、まあ、ここで一旦落ち着いた感じですかね、今現在。だから写真、あとはまあ写真撮るとき、その、ツイッターとか、今上げてるやつかな？この甲子園行ったときとかのやつだと、まあ、
こういう感じのと、あ、これは、これはこういう感じのか、こういう感じのとかね、やるようにしてますね。なんかこう変顔で遊ぶようなものにしてます。で、まあ自然体でいようかなというところが今だから、もうお姫とかで僕と写真撮るとき大体僕変顔するんで、その時はね、よろしくお願いします。こんな感じの顔とかやりたいなと思ってますので、まあそんなところですかね。皆さんね、もうね、誰でもね、多分自撮りというものはねあると思うんですけど、まあ僕もね、まあ見直すとね、残してたものを見直すとね、ちょっと恥ずかしいなと思いつつ、いい思い出なんじゃないかなと。だいぶ長くなってしまいましたけど、動画もね、まあいい思い出なんじゃないかなと思いますよね。まあそんなわけでね、皆さんもね、もしよろしければね、今まで撮ったものをね、一回見直してみてね、今後の自分のこの写真の写り方とかをね、考えてみてはいかがでしょうか。僕もね、それを思って今最終的に行き着いたところが、ありのままでいいよっていうところです。まあそんなわけでね、今回はね、伊藤ちゃんのね、まあ、過去話というか、まあちょっと別な、まあね、少し僕の恥ずかしいね、一面だったんですけど、ね、皆さんにぜひ楽しんでもらえたらなと思います。そんなわけで、またね、こういった形の動画をまた作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そんなわけで伊藤ちゃんでした。バイバイ。